新八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込んだ。銀さん、僕たちが銀さんに給料をもらってるシーンが一度もないんですけど。振り込みなんじゃないですか。いい、そういうことだよ、うん、振り込みだよ。案外地味なんですよ。案外地味、そこはね、うん、ビジネスライクに、うん、そんなもうお肌とお肌の触れ合いではなく。そうですよ、あの ATM のある江戸っていうのもまた強烈な話ですからね、うん、振り込みか、なんかすごい血が通ってない感じがして切ないな、うん、やっぱね、給料袋でもらうとなんか、うん、それっぽいじゃん。そうですよ、なんかね、人のあった神を感じるっていうか、ね、働いたって感じがする ね、 ね。なので、うちの事務所も手渡しにしてくんねえかな。ちょっと給料日に警備員が出ますよ、それ。中井和也さんに給料渡される瞬間にこう。こうね、うん、警備員が5、6人。そう。下の車まで警備員をつけましょうか。そんな万馬券が当たった人みたいになるんですよ、うん、と。ただ中井くんは刀を持ってるから大丈夫。いや、俺は叩きる。そうそう。3本、おは6本だからね。